私が鍛えます。熱血スーパーテニス、科学で健康をサポートするシクロケムグループの提供でお送りします。今週のプレイヤーをご紹介します。同じサークルでテニスを楽しんでいらっしゃいます、丸尾さんと岡川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は普段ハードコートで練習されているそうですが、はい、そう好きだから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 ただ単に好きだからですか、はい、上手だからってわけじゃないです、はいはい、では今週はどんなレッスンにしましょう。はい、今週は、ゲームをやっていってその中で気づいたところを私がどんどんアドバイスしていこうと思います。わかりました。岡川丸尾ペアは重政佐藤のコーチペアと対戦。さあレッスンスタート。ナイス。惜しい。ごめん今ね、今のとこね、丸尾さんがいいボール打ったじゃないですか、はい、どうしたらいいの。僕のこの辺にそのボールに対して2人とも下がってたんですよね。あ、やっぱ足が前で、いいボール打ったら、今のケースだったら僕が後ろで佐藤コーチ前にいたんで、僕の正面の人が丸尾さんが詰めてあげれば今のフォアボレーを多分簡単に決めれることがあるんです。打ったボールに対して必ず詰めてあげるようにしましょう、はい、あー、ナイスボール。ナイスナイスポーチ。このゲーム、岡川丸尾ペアのボールの落下点に注目。アウト。丸尾さんもね、岡川さんも全体的にボールが浅いんですよね。だいたいサービスラインぐらいのところにクロスラリーが落ちてるんですよ。だからゲームを支配されてしまうんですよね、コントロールが。やっぱりもうちょっとベースラインの1メートルぐらいのところに、で弾道は上げても構わないです。ただストレートセンター打つときはちょっと弾道ポーチされたら危ないんで低く上げてもらって、クロスの深いところ打つときはネットの高いところを通してもらってもいいんで深くコントロールするようにしましょう、はい。はい、ごめん短い。それではいける。ナイス。惜しい。すごいね、2人ともね、いいボレー決めるボレーのとこまで行ってるんですけど当ててるだけなんですよ、はい、フォアボレーの時にもっとパンチ力上げようと思ったらここで右足で溜めてください。右足でグッと溜めてドンと持っていかないといけないんだ。さっきに足が決まってしまって、わかります、はい、だから威力がないんで、ここでため作ってドンと持っていけるように。